い出した。あの時、じゃあ夜には戻るからな。うん、気をつけてね。その日、サメ吉とは別れて、その後、和田の原、ああ、もうどんなに可愛くても怖い。あれ、鮭さん、どうしたの？大変だよ、宝剣が盗まれたんだ。え、すぐに和田の原を連れてこいって。辰巳は先に9階に向かったよ。僕らも急いで行こう。うん。一緒に9階へ向かったんだ。じゃあ僕は入れないから、奥に辰巳がいるはずだよ。うん、分かった。辰巳さん、遅くなってすいません。宝剣が盗まれたって本当ですか？どうして？辰巳さん、どこですか？彼女はいないよ。え？鮭さん、どうしてここに？ここには入っちゃ。だってさっきの嘘だから。あ、和田っち、大丈夫？和田の原、ここはどこ？わかんない、みんな気づいたらここにいたのよ。え、死の海かな、サメ吉。みんなとりあえず無事でよかった。一旦もセーブしよう。ちょっと待って。怒涛の展開すぎて心が追いつかない。あと、最後さ、なんか、海に骨の姫って書いてた。あれなんて読むんだろう。海。なんだろう。身骨。身骨。わかんないな。ちょっともしわからない方いたら、ちょっとコメント欄に書いてください。ということで。ネタバレはね、ネタバレはやめてほしいんですけど、その名前の読み方だけ教えてほしい。そのゲームの都合上。待って、ってことは、他に姫がいるんだ。で、なんか、死の海っていう、この場所おそらく今、多分鮭さんは、てか多分まず大魔道士様はおそらく、死の海の存在を知ってたのかな、わからないけど、から、海帝国を守るため、海を守るために、あの、爽快の意志を作って、守っていた。そして大きな結界を張っていた。で、あれを壊せるのは宝剣だけだったから、宝剣を鮭さんが盗んだわけだ。で、ただ壊してもおそらくなんかダメで、だから騒ぎを起こさせて、それに乗じて全てを進めたわけだ。なるほど。ちょっと。はい、ひとまずセーブしまして、落ち着いたので引き続きやっていきましょう。いやー、ちょっとショックでかいけど、まあ、とりあえずはもう進めていくしかない。サメ吉が気になるけど、まずはちょっと他のみんなに声をかけていこう。
大丈夫かい？大丈夫じゃない。ここ怖い。なんなのよここは。これが死の海なんだよね、サメ吉。サメ吉。でもよかった、みんなの誤解もこれで解けるよね。まずはどうするの？ここからどうやって出るの？ここやだ。ここは死の海の一部だ。脱出は難しいだろう。あ、やっと喋った。さっきからだんまり決め込んで一言も喋れなかったのよ。無理なの。サメ吉。でもサメ吉は死の海を知ってるんだね。何を知ってるんだ？なんで知ってるんだ？どういうことなんだ？鮭の言っていた言えなかったとはどういう意味だ？君は裏切り者ではなかったのか？そう、深見君は特にね、ずっとサメ吉のこと恨んでたわけだから、裏切り者として。深見、これもしかしてまだ言えないのかな？あ、思い出した。私が話すよ。思い出したから。和田野原ちゃんも関わっていることなんだね、言えない理由ってのは。まだ記憶が途切れ途切れなんだけど、サメ吉は私を裏切ったんじゃない、私を助けてくれたの。宝剣がなくなった日、あの日私と一緒にいたのはシャケさんだったの。シャケさんに騙されて、そして宝剣を奪われてしまった。サメ吉は裏切り者なんかじゃない、死の海の眷属でもないよ。シャケも言ってたけど、死の海の眷属って一体どういうこと？そう、そこなのよね。この海にはもう一人の姫と、その姫を囲うもう一つの海が封印されている。あー、あの例の二人の姫様の戦いだ。あ、とりあえず一旦なんか一番それっぽい御骨姫っていうので一応僕はちょっと通していきたいと思うんですけど、違ったらごめんなさい。今回のパートだけはちょっと許してほしいんだけど、御骨姫っていうのがその魚見姫ともう一人いたそのお父様が選ばなかった方の姫様なんだね。そうだ、その話すっかり抜けてたわ。そうだそうだ、そんな伝説がありましたね。その海を私たちは死の海と呼んでいたの。辰宮さんが黒巻さんに話してるところで分かった事実だ。そう、私のお父さんの魔法で大昔に死の海は封印されたけど、いずれその海の意志を継ぐ死の海の眷属が現れると言われていたの。ああ、ずっと言われてきたことだったんだ。で、シャケさんはずっと身を隠していたわけだ。そう、何年も何百年もその眷属は見つからなかったのだけど、それが、でもシャケさんはずっと生きてたってこと？それともその生まれて何かの拍子に眷属になったのかな？それとも眷属が実はずっと隠れてて、時が満ちるのをずっとその代々その子供に受け継がせて待っていたのかな？鮭さんは何をしようとしてたの？おそらく死の海を呼び戻そうとしていたのよ。あ、だから球界のあれか、封印を解きたかったわけだね。そんなことできるの？だって大魔同士が封印したんでしょ？うん、でもあの爽快の意志が破壊されてしまった。あれはとても大切なものだったの。死の海の力を抑え、この海を守っていたのよ。やっぱりそういうことだったんだね。今海のバランスは崩れてしまっている。あの宝剣さえ取られなければあれは切られなかったわけだね。
まあでも鮭さんはちょっと懐に入り込みすぎてたな。もういくらなんでもちょっと裏切り者とか眷属とかとは思えない立ち位置だったじゃない。しょうがないよね。それだけじゃない、鮭さんは他にも。そんなどうすりゃいいのよ。てかあの月がその溶けた現象は何なんだろう。あれ巫女姫の見業なのかな。死の実が復活したらどうなっちゃうの。大丈夫だよね。なんとかなるのよね。まあ、少なくとも魚見姫側の今の海の人たちは多分もう皆殺しぐらいの勢いなんじゃないのかな。死の海と共に封印されたもう一人の姫。そう、巫骨姫の力はとても恐ろしいの。私のお父さんが命を懸けて封印することによってやっと静まった。でももうこの海に海の大魔道士はいない。その大魔道士の娘である私には死の海を封印する術はない。ないのかな本当に。娘だしさ、辰宮さんもいるし、今ちょっと今浪費しちゃってるけど、その消耗しちゃってるけど。嘘、何か手立てはないのかな。ああ、私があの時に騙されなければこんなことには。わだっち、まだ頭が痛いの？まだ思い出せないところがあるの。なんかそこが重要なんじゃないか。そう、だってサメキチが言えない理由はまだわかんないもんね。和田の原、もういい。そうか、本当に思い出せたんだな。うん。そういえばどうして和田っちは記憶を失ってたの。和田の原は奴の魔法を受けたんだ。そう、なんか鮭さんってさ、あのほら、まああれは演技だったかもしんないけど、そのなんか頭痛がする、違和感があるって言った時にさ、和田の原ちゃんを見てあげるよって言って、いや何もないなって言ったじゃん。で、まあ、あれは演技だったかもしんないけど、その周りから見たらそのそういうのが分かるぐらいの魔法使いだというか、その魔法を使えるような人間だっていう、人間じゃないのか、まあ、その立場だっていう風に見られてたってことは相当の手だれなわけだよね。シンプルに、そう、敵味方関係なくさ。だからそれが敵だったってんだからなおさらきついよな。いや、あれは呪いと言った方が妥当だろう。その呪いのせいであの日に関する和田の原の記憶はバラバラになってしまった。和田の原があの日の真実を知ると呪いが和田の原を蝕む。奴はそう細工していた。なるほど、だから言えなかったんだ。伝えたら和田の原ちゃんが呪いでどうなっちゃうか分かんないから。だから俺は何も話せなかった。だが今はあの強力な魔法を発動させた代償に呪いは消滅したはずだ。それとともに和田の原に記憶が戻った。私、そんなに大事なことを今までずっと忘れていたんだね。その時お前は気を失ってた。覚えていなくて当たり前だ。そうか、サメキチはってことは最後は駆けつけてくれてたんだ。あの時襲われて呪いをかけられる時には、サメキチ、そうだったんだ。まあでもこれで誤解は解けたでしょう。私たち、サメキチは何も悪くなかったのに、それなのに私たちはずっとひどいことをしていたんだね。メモか。まあでも逆に言えばサメキチの狙いはさ、そう、嫌われて離れさせようとしたことだったから、まあ成功だったといえばそうなんだけど、うん、まあでも偉いよそこで謝れんのは。
ごめんサメ吉、こんなんじゃ許されるわけないけどさ、ごめんね。サメ吉、深見くん、いい子たちや。ええ子たちじゃないですか、和田野原さん。ええ子たち使い間にしてはりますね。知らなかったとはいえすまなかった。みんな、いや本当にいい仲間たちだよ。別に何とも思ってねえよ、俺が言わなかっただけだし。素直じゃないな。あ、小づいた。いた。なんだよ。特に意味はない。すかした態度が気に入らなかったんだろ。はあ、おいおい。でもこれで仲良くなってくれてよかった、嬉しい。なんかちょっとめっちゃ嬉しくない？嬉しくない？なんかすごい口角が上がるわ自然と。でこれからどうするの？そうなのよね。てかここからどうやって出るの？そうなんだよね。出れるの？サメ吉なんか知らない？あれ、そういえばさっき出るのは難しいって言った？そうだ、あの野郎は月の魔力を使った。どうやったのかは分からんが、あればかりはどうにもならん。月の魔力、あの月がドロッと溶けてなんかモワーンってなったやつ。どうするの？あ、わだっち、なんだ？お、わだっち、すごい綺麗になった月の周りが。どういうこと？すごっ、わだっち、うわ、穴の向こうに光が。まさか、すごいキョトンとしてる。大丈夫、道は閉ざされてなんかいないよ。みんな行こう。オッケー、うん了解。ほらサメ吉も。サメ吉。ああ、サメ吉が仲間になったの？やったー、サメ吉が一緒に行動するようになった。戦闘時和田の原のマジックからサメ吉を刺激できるようになります。なるほど。あー、すげー変わってる。見て、なんかおしゃれになってる。死の海編ってわけだ。なるほどなるほど。楽しくなってきたね。見てみよう。はは、なるほど。ここからね、できるわけだ。5人パーティーは無理だから。なるほど、よくできてるな。なるほどね、わかりました。セーブしたよね俺今。よっしゃ行きましょう。わだっちもあれなのかな、月の、うわ、月の魔法が使えるのかな。でもここに穴を開けれたのはそういうことなんでしょうか。いや目すごっ、めっちゃ踏んどこ。めっちゃ踏んどこ。俺よし、恨みを晴らしました。あー、これあのうさちゃんのさ、あれと同じじゃん。やだ、うわ、ベロベロリン、ベロベロリンよ。すごい、でも辿っていける。うわ、なんか本当にマガマガしい。やだ、イクラがいっぱいある。うわー、見てこれ、ちょっと咳出そう。失礼しました、ちょっとなんか気持ち悪すぎて、なんかこれが思わずなんか衝撃でうってなって咳込んじゃいました。むせちゃった。なにこれ、心臓、ビートルートみたいな心臓しやがってよ。すごいなんか脈打ってそう。気持ち悪い、やだ。なんかすごく、なんていうの、なんかゲルニカとかが描くクジャクみたいになってる。うわ、目が怖い。そこに通じんのかな。あ、違うんかい。うわ、目でかっ。これが一番怖い。なんかグジヤって言った今。
え、グジエって言ってる。定期的にグジエってなる。やだな。ああ、ここに繋がった。めっちゃ見てくる。めっちゃ見てくる。すごい。うわわ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 わ忘れ物。すごい。いやー、これ集合体恐怖症の人ちょっときついんじゃない？もうそういう方はちょっと今だけ目つぶってて、このなんか集合系が終わったら俺がちゃんと言うわ。うわー、なんか同じ部屋に見えてちょっとまがまがしさが増してるのがわかりますか？赤みと黒みが、黒みって言ってもあれだよ、あのマイメロディー、お願いマイメロディーじゃない、お願いマイメロディー。あー、すごいすごい。今俺結構おちゃらけたこと言ってるけど、こうでもしないと本当にちょっと精神が保てないぐらいには今ちゃんと怖いね。うー、ぐじぐじ言ってるよ。あ、集合終わりました皆さん。集合終わってます。集合系終わってます。あー、真っ暗。あ、やだ、一番怖いやつだ。うわ、ええー、ちょっと待って、本当にやだ。あー、明かりがいいね。おえ、君の悪いところだったわ。もうただ気持ち悪いところをそのなんか襲うとかじゃなくて、ただ通らすだけってのが一番怖いわ。身構えるし、気合わせ垂れるし、ほんと怖かった今。マジで精神を保つために喋り続けてた気がするわ俺今。海が見えてきた。あ、ほんとだ。どうか綺麗な海でありますように。よし、みんな急ごう。サメピー、いやでもほんとよかったマジで。サメキチが一緒にいるだけで心強いわ。うわー、でもやっぱり海は赤いまんまか。さっきのところだわ。とりあえずやっと振り出しにあれか、戻れた感じか。いやー、怖いって。さあ、ただ今は5人いるわけだから頑張ろう。うわ、赤く染まってる。これさあ、でも俺が一番怖いのはちょっと海底国のみんなの無事なのよ。頼むから無事でいてくれよ本当に。この辺はまだ青い海ではあるね。死の海ってのは多分赤に染まってるんじゃないかな。鮭のやつが見当たらないわ。やつは球界に向かったはずだ。うん、海の中が変。どうした？あ、球界。うわー、怖っ。いろいろあった末改めて来るとなんか不気味さ増すねここ。うわー、いよいよだ。見てこれ。うわ、え、初めて来たよこんなところ。前回のダンジョンとはちょっとまた違う。やっぱり黒と赤がより一層深まっちゃってんじゃん。いや、黒い鳥かっこいいよすごく、うん、青い鳥とまた反してかっこいいし、赤いこの、ね、モチーフもすごくいい。俺の中二心すごくくすぐるんだけど、今だけは怖い。バックグラウンドがあるから怖い。ああ、シャケさん。てかシャケさんはなんでこんなサメキチにそっくりなの？あれなのかな、なんかコピーとかできんのかな。いやあ、和田の原、意外と早く出てこれたんだね。いきなりシャケさんかというか。まあそうだよね、行く手を阻むよね。シャケさんに仲間はいるのかな。さすがだね。まだ信じられないよな。だってついさっきまで仲のいい鮭さんだったんだもん。和田の原、どうした？和田っち？あれ？和田の原もしかして僕のことが怖いの？そうか、トラウマが植え付けられてるんだ。ワタッチ、あ、気をしっかり持ってくれワタッチ、頼む。うわ、え、やだ、見なきゃいけないの？辰宮さん、遅くなってすいません。うわ、一番怖いシーンじゃん。
宝剣が盗まれたって本当ですか？どうして？辰宮さん、どこですか？彼女はいないよ。え？うわー、ここでか。うわー、なるほど、ここでその時のトラウマを見せるわけね。うわ、めいや、憎い演出するね、海底囚人さん。鮭さん、どうしてここに？ここには入っちゃ。だってさっきの嘘だから。うわ、びっくりした。え？ふんふんふん、鮭さん。そうだよ、僕だよ。どういうこと？なんで鮭さんがサメ基地に、に。ねえ、和田の原。いやー、怖っ。え、あ、鮭さん、あのここには入っちゃダメだよ。うん、知ってるよ。それにどうやって入っ、そんなことどうでもいいじゃないか。え、ねえ和田の原、君は僕のこと好き？もちろんだよ。へえ、本当、嬉しいな。僕も和田の原のことが大好きだよ。え、あ、鮭さん。ねえ和田の原、今の海は正しい姿だと思う？え、今？なんで？ううん、違うんだ。この世界は間違っているんだよ。ええ、ねえ和田なら、僕のことが好きなんだろ？なら協力してくれるよね？鮭さん、何を言ってるの？ねえ鮭さん、痛いよ、話して。君なら分かってくれるよね、和田の原。いやー、やだよ。和田の原、やめて。鮭さん、さっきから何を言ってるのかわからないよ。ねえ、どうしたの？何かあったの？それにその姿は。そっか、そうだよね。急にこんなこと言われてもわからないよね。あははは。鮭さん大丈夫、今わかるようにしてあげるから。大丈夫だよ、君は分かっていないだけだ。何を言ってるの？おいで和田の原、僕が君を目覚めさせてあげるよ。何言ってんの鮭さん。いや、もう分かってるんだけど、結末は。逃げなきゃ。あははは、和田の原。鮭さん、あー、これ逃げなきゃいけないやつだ。おお、マジか、よく対応できたね今俺。そうかなと思ったけど。鳥居が続いてるね。いやー、一定速、とりあえずは追いつかれはしないけど。わたっち、いや、もう無事でいてと祈りたいけど、もう無事じゃないこと知ってるからな、これ過去だから。鮭さん、どうしちゃったの？
和田の原。うわ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 。捕まえた。いや、やめて。ちょっと待って、本当に怖い。え、怖い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 。何してんの？え、待って、何してんの？え、ちょっとあんま読みたくないかもしれない。わー、そうか、この時のこんなことするはずないよね、あなたがって。サメ吉じゃなくてシャケさんなんだよな。そうなんだよ、二人とも信頼を置いてる人だったから。そうだよな、間違えるような記憶的には。いや、紛れもない事実だよ。嘘。なんで、どうして。今まで内緒にしてたんだけど、僕はね、本当は死の海の眷属なんだ。ごめんね、黙ってて。そっか、シャケさんは死の海に操られてたんだね。そうだよね。はは、操られてなんかないよ。これは僕自身の意志さ。そんな、いつから。うんふん、いつだろうね。もうずーっと昔からそうだよ。でも、もうこんな海の時代も今日でおしまいさ。本来あるべき形にするんだよ。ねえ、わかる？やめてよ、シャケさん、マジで。早いとこ君には結界を開けてほしかったんだけど、ま、素直にイエスとは言ってくれないよね。だったら僕の思う通りになるようにするだけさ。シャケさん、ちょっと本当にもうごめん、無語すぎてちょっと読めない。ちょっと待って、ごめん。和田の原ちゃんの悲痛な叫びはちょっと俺じゃ表現できるほどのレベルじゃない。でも相当本当に恐怖とかなんかいろんなものが混じってると思うから。ダメダメ、君のお願いは聞けないよ。和田っち、逃げて。あいつがそんなにいいわけ？なんか変わった。え？なんか表情が違う。変わった。そっか。やっぱり君は僕よりあいつの方がいいんだ。あー、シャケさん、やっぱりさっさと殺しておくんだったな。片割れだからと情けをかけてやったのがそもそもの間違いだったんだ。え、片割れ？あ、え、兄弟？いや、なんか今妙にサメ吉の名前出てすげえ不服そうじゃん。え、なんかサメ吉にコンプレックスでもあんのかと思ったけど、え、兄弟ってこと？片割れってそういうことだよね。双子とかってこと？あ、だから似てるのか。え、でもだとしたらサメ吉も死の海の眷属ってこと？え、わかんないな、またちょっとわかんないな。そうだ、
殺しておくべきだった。殺せばよかったんだ。殺せば。そう、そうだ、邪魔なんだ。邪魔なんだよね。邪魔、邪魔だ。邪魔、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 邪魔。あいつは邪魔だ。僕にとって邪魔でしかないんだ。殺さないと。殺す、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 殺してやる、殺してやる。ねえ、あいつを殺したら君は悲しい？な、匂い。そっか、悲しいんだ。へえ。鮭さん、まあいいさ。うんうん、ことが済んだらまずは最初にあいつを殺そうっと。やめて、そんなことしないで。やめてあげない。鮭さん、どうしてそんな風になっちゃったの？あんなに優しかったのに。こんなの嫌だよ。あはは、違う違う、これが本当の僕だよ。今までのは全部演技さ。君はみんなを騙すためにね。あはは、笑えるよね。誰も気づかないんだもん。気づかれてたまるかって話だけど。まあ、あの姫を欺くなんてたやすいことさ。みんな信じてたのに。そうだよね。本当に感謝してるよ。おかげで僕はようやくここまでたどり着けたんだからね。ひどいよ。これからもっとひどいことするのに。大丈夫、痛くしないから。いや、痛い目に遭いたくなければおとなしくしといた方がいいよ。僕は嫌じゃない。僕はね、君のそういう表情が見たくて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 仕方がなかったんだ。ちょっと見てらんねえ。泣いても無駄さ、助けなんか来ないもん。そのぐらいにしておけよ、ゲスが。サメキチ、助かった。サメキチ、てめえだけは信用できなかったんだよな。だが、まさかてめえがあっち側だったとはな。やれやれ、気づかれるとはね。
これだから君は嫌いだよ。でもね、和田の原、せっかく苦労してここまで来れたんだから、それをね、君なんかに邪魔されるわけにはいかないんだよね。この野郎、和田の原を話せ。ああそう、話してほしい。和田の原、全部思い出したんだ。残念だな、僕は和田の原のことが大好きなのに。いやでもあそこでマジでサメ吉が来てくれて本当によかった。マジでよかった。相当怖い思いをしたんだな、わたっち。いや、ひどすぎるよ。もう趣味が悪すぎる。悪趣味すぎるよ、ちょっと。ちょっと、あんたいい加減にしなさいよ。和田の原をいじめちゃダメ。てめえの好きにはさせねえ。やれやれ。でもね、もう遅いよ。本当にね。海が赤くなっちゃった。さあ、姫様が戻られたよ。嘘でしょ。みんな、みんな、あたらこたち、みんな、姫様。ええ。辰巳は大丈夫？辰巳や、嘘でしょ。御骨姫、ワジーヤがいるスペースに、なんかめちゃめちゃ怖い骨魚がいる。あれが御骨姫。いや、和風で可愛いけど、やっぱりどこか怖いね。ほほほ、姫様、久しぶりの外ですな。ちょっと、嘘でしょ。ひ、遅かったか。さっきからそう言ってるじゃない。姫様、あそこにいるのがニックキン冥界の娘
和田野原ですよ。冥界、冥界で合ってるかなこれ。でも瞑想の冥だから合ってるな。どうされます？ほう、キャッツの娘か。姿を見るのは初めてですな、姫。この姫様も喋らないのかな。笑ってる。おお、戦うの？姫様直々に？いや、鮭さんたちが戦うべきじゃない？そこは。いいけど。うわうわうわ、見てこの袖のとこ。手が、あの、魚の骨の尻尾みたいになってる。うわー、とりあえず、音で、うわ、すんごいな。すんごいな。いや、ドルフィンキック。おー、サメキシ、サメキシ強っ。おー、強い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 。結構強いな、こっち。噛みつく。オッケーオッケーオッケー。締め上げる、オッケー。いいよ。もうちょっとじゃない？ボール投げ強っ。よし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 。俺たちの力見せてやろう。あ、戦闘が終わった。そんな。あんなの、私たちじゃどうにもならないじゃないの。何が起きたの？ちょっと、何が起きたのよ。